多くの方々にパトロールをしながら安全にマナーを守りながらということをしながら、この隅田川も、しっかりと皆様方に楽しんでいただいております。今披露していただきました田中慎吾選手なんですが、なんとお住まいは花川の2丁目に在住ということは、もうこの後ろということじゃないなんでしょうね。ここがちょうど花川の2丁目なので、なんと花川の2丁目にはこんな素敵な、こんな意外で素晴らしい選手がいたということなんですね。今回のこの隅田川の水面の祭典、やはりこの方でも出てきてもらわなければいけなかったということです。田中慎吾、花川の2丁目を代表した、その演技なんですけども、もう1回ぐらい出てきてくれそうですね。ちょっと足の向こう行っちゃったのが心配ですけども、大丈夫でしょうか。戻ってまいりました。さあ最後の、このウェイクボードからの田中慎吾、花川の2丁目代表、まもなくウェイクボードまたさて、さあフリップを披露してもらえるのか、ずっと伸ばした伸ばした、ここからスピードが上がってくる、切り紙を利用してきました。さあ花川と2丁目入れてもらえるか。さあ花川と2丁目の花川慎吾、見事ウェイクボードトリックを決めていただきました。いや、すごい人ですよね。メイクボード、そして最初にご覧いただきました本物さん、そしてもう一つ今回ですね、女性の素晴らしいトリッパーです。水道スキーもまたまた皆様方には見ていただきたいところがあります。最初に全日本水道スキーの日本代表監督の三好さん選手、シニアチャンピオンの、素晴らしいですね、スリードスキーのもうお手本となるようなものをご覧いただきました。続いてはこのスリードスキーというトリックですね、をご覧いただきたいと思います。その多くの皆様方がいらっしゃる前での素晴らしい一回転、まあ、Z の2回転もすごいですけども、やはり生身の回転でですね、回転するというのも本当に素晴らしいことだなと思っております。もう1回回りますかね、これは。どうやらここから旋回をして、戻ってくるようですね。もう1回技が出てくればいいですけども、ボードの方の、ボードの方がスピードを上げてきました。これは